本日はヒップホップ界最大の謎、仮面ラッパー MF ドゥームについてお話ししたいと思います。どうですか、 MF ドゥームって知ってますか、うん、仮面ラッパーっていうイメージです。そうね、そうですよね、なんか変な鉄っぽい仮面かぶって あのラップしてる、まあ多分黒人の方なのかなっていうイメージ。ー曲がめっちゃいいっていう、素顔はあんまり知らないな。そうだよね、曲もごめん、俺1曲か2曲しか知らない。でもさ、なんでマスクつけてるのかとか知らない。全然知らない、マジで。凄まじい物語があるんですよ。マジ、はい、そういうところとか、あとそもそも MF ドゥームって誰なのっていうところとかね、そういうところをね、今日は紹介していきたいと思います。ありがたいです。はい、まずね、 MF ドゥームとは本名はね、ダニエル・ドゥーミエっていう、ロンドンで生まれてニューヨークで育ったね、黒人のラッパーですね。なるほど、そんな人いんだな。うん、そうか、そんな人はいっぱいいるんだけど、ニューヨークで育った。そっか、まあニューヨークを拠点に活動してたラッパーです。はい、でね、1988年に KMD っていうヒップホップグループを結成してキャリアをスタートさせたんですね。へー。でね、まあちょっとこの後いろいろ説明するんですけど、KMD の解散後に一回ちょっと完全に姿を消しちゃうんだけど、その後ですね、この金属のマスクまとって MF ドゥームとして再び現れて活躍したっていう人なんですよね。まあプロデューサーのあのマット・リーブとのねコラボのこのマット・ビレインとかね、ああ見たことあるな、あこれ結構有名、これいそうだね、こういうのがね代表的なように結構コラボレーションとかも多数行ってね、ヒップホップファンをね虜にしたんですけど、残念ながらですね、去年の10月31日、2020年に、ね、亡くなったんですね。まあ例えばフライングロータスとかヒップホップシーンから多くのねメッセージがあったのはもちろんね、例えばあのトム・ヨークとかもね、もう天才的で衝撃的だ、絶大なインスピレーションを受けたっていう風にね追悼メッセージを公開してたぐらい、それぐらいもうねジャンル問わず音楽シーンにね影響を与えていたね、言ってしまえばアングラヒップホップ界のもう最高のカリスマなんですね。なるほど、はい。じゃあ早速ですけれども、やっぱりこの MF ドゥームに欠かせないね、このマスクって何なのっていう話、これがねすごい話なんですよ。何？教えて！意味があったんだ、はい、意味がねあるんですよ。まず最初にちょっとデビューしたところから始めないといけないんだけど、この KMD っていうのはどういうグループだったか、3人組のヒップホップグループなのね。で当時 MF ドゥームってまだ MF ドゥームっていう名前じゃなかったんですよ。ゼブラブ X っていう名前で活動してたんですよ。どうなんだろう、ダサいな。日本人からするとちょっとね、ちょっとなんかね、M フローとかと、ラブズしてそうだな。ラブズしてそうです。で、この KMD のメンバーにはね、MF ドゥームの弟のね、サブロックっていう人のメンバーにいたりしたんですよ。で、ファーストアルバムのミスターフットってアルバムで、まあ、いわゆるあの、まあ、ネイティブタンとか言われる類のね、まあ、簡単に言うと金暴力女みたいなのじゃなくて、もうちょっと軽快でお茶目な感じのフローでね、まあ、当時人気だったスタイルのヒップホップで、まあ、1枚目のアルバムからね、結構評判になるんですね、早くも。これさ、素顔ってこと？そうです。MF ドゥームの。はい。どれどれ？左です。あ、この人なんだ。はい。真ん中が弟。結構可愛い顔してるんだ。そうだよね。結構可愛い顔してる。それでいざ2枚目のブラックバスターズっていうアルバムのリリース直前っていうタイミングでですね、この MF ドゥームの弟のサブロックが交通事故で亡くなってしまうんですね。はい、さらにこのリリース予定だったブラックバスターズなんですけど、結構その黒人への、ね、人種差別とかに関することが多い内容の作品だったんですね。こうなんかジャケットがね黒人が首吊り台に吊るされた絵だったんですよ。この絵が過激すぎますっていう理由でですね、このアルバムは直前で発売中止になっちゃったんですよ。しかもこの KMD がレーベルからももう契約解除されちゃったんですよ。はい、そんな攻めちゃった。そうなんですよ。まあでも自分たちは黒人なのね。本当そう、そうだよね。あれ気にするけど、今だったらねそういう感じな気もするけどね。でもさ、1週間のうちに弟も失い、レーベルからも捨てられた MF ドゥームはですね、もうヒップホップシーンから完全に姿消しちゃうんですよ。無理だわ俺だったら。そうだよね。でもね、彼に関する情報とかももうなくなっちゃって、唯一の情報がニューヨークでホームレスになっちゃったっていうのだけで、もう本当に姿は全然表さなかったんですよ。しかしですね、その後 MF ドゥームはですね姿を変えて再び現れるんですね。金属のマスクをつけて、はい、このマスクっていうのはね、要はねヒップホップ業界の復讐の象徴なんですよ。ああなるほどな。まあどういうことかというとね、この MF ドゥームのこのドゥーム、
ていうのはアメコミのマーベルで悪役のねドクター・ドゥームっていうキャラクター、これこっから来てるんですよ。マジだからな、ここら仮面つけてる、もしかしたら有名かもしれない。そうそうそう、だからこういうね悪役にもう姿も名前もねもう変身して、その弟を失った悲しみもね、レーベルに首を切られた怒りとかも背負って、一度は自分を捨てたヒップホップにね戻ってきたと、こっからはもうずっとマスクはもう外さないようになったんですね。なるほど、うん、悲しい理由があったんだな、うん、そうなんですよね、本当に漫画みたいな、うん、展開だね。それからまあインタビューではね、そのヒップホップっていうのが金儲けのまあビジネスになってると、あーなるほど、まあ、もはやもう音じゃなくて見た目をして売ろうとしてるじゃないかっていう、うん、そういう流れをねちょっと指摘してたりとか、うんうん、だから MF ドゥームにとっては顔を隠すマスクっていうのはね、音よりもルックスで金儲けに走るヒップホップ業界に対しての反発を表したものでもあるし、なるほど、商業的なとこじゃなくてもうちょっとアンダーグラウンドなシーンで活躍してったと、うんうん、まあ皮肉みたいなもんってことね、こういうことやってけばいいんだろうみたいな、ちょっとシニカルなマスクってこと。そうそうそう、で MF ドゥームとしてのこの1枚目のアルバム、うん、オペレーションドゥームズデイっていうのはこれ1999年のリリースだから、うん、このアルバムの中でその弟のことをラップするところがあったりとか、とにかくもうめっちゃドープなトラックに、うん、そのなんか MF ドゥームの声がね KMD の時よりもなんかかすれ声でね、それがなんかむしろすごい深みを感じるっていうかね、このアルバムっていうのはもちろんその MF ドゥームっていうキャラクターにね変身して蘇ったっていう背景も相まってっていうのもあるけど、もう本当にアンダーグラウンドヒップホップ史に輝く超名盤になりました。それでささっきさ、うん、音より見た目先行で売り出す業界の反発っていう話あったじゃないですか、うん、でも実際はさ MF ドゥームもこのマスクのキャラクター認知されてそれ込みで愛されてる存在なわけじゃん。確かにすごいキャッチだもんね、やっぱそうだよね、マスクつけてるみたいな、ね、それちょっと逆説的だよね、うん、だからこれって本当に才能でしかないと思います。おうん、このさマスクもなんかちょっと面白いんだよもうベースとして音楽がかっこいいんだけど、うん、その上でなんか絶妙な違和感みたいなのがあるからさ、うん、印象に残るし好きになっちゃうっていうか、うんうんうん、だからそう MF ドゥームって自分のキャラクター作るのが得意だし、うん、好きだったと思うんだよね。なるほどね、うん、例えばさヒップホップが禁止されてる世界から地球に降り立ったっていう設定のビクター・ボーンっていうキャラクターでアルバム出したりとか、キャラをねいっぱい作ってるのよ。あとなんかゴジラの敵のキングギドラっていうじゃん、うん、でもそのままの名前とキャラクターでその設定でアルバム出したりとか、怪獣がヒップホップしましたよ、ね、そうそう怪獣がヒップホップしましたっていう、だからもちろんその曲とかラップの良さっていうのは大前提だけど、そのキャラクター作ってるのが面白く仕上げるっていう才能が結構爆発しちゃってる人なんですよね。面白いね、うん、その最たるものが MF ドゥーム自身でもあるっていうかね、うん、だからさ、うん、もしかしたらね見た目で売ることへの反発でマスクをつけ始めた悪役だけど、結果そのコミカルな感じもあって愛されるカリスマになるっていう、そこまで想定込みでキャラクターとして演じてる可能性もあるからね、うんうんうん、なんかもうどこまで本気かわかんないけど、どこまで本気かわかんない人ってなんか面白いじゃん。確かに、うんうんうん、池田もそうだけどね。そうだね、あ、本当、うん、褒めた褒められてるよ。んだそれ、うわやっばいや、これが本気ではないでほしい。これ寒っ、めちゃくちゃ寒いまあね、なんかラッパーとしてもさ、普通にめっちゃ最高な人がそういう絶妙な面白さみたいなね魅力も出してきたら、それはもう虜になっちゃうから。なるほど、まあ、だからラップが上手い人はね、ぜひ面白いキャラクターを考えてみてくださいっていう動画でした。そういう動画だよ。そういう動画だったんだよ全ラッパーに向けて、はい、あ、そうなんだ。まあね、エピソードとかね、マスクにフォーカスした動画になったけど、本当にもうめちゃくちゃかっこいいから本当に聴いてほしいと思います。まあ、好きであれば他のキャラクターもちょっと聞いてみるっていう感じでね。なるほど、ぜひ聞いてみましょう。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。5月生まれのあなたは今ならチャンネル登録は無料です。なんだそれ池田今日の仮面あるある。お祭りとかで売ってるあの謎のあのアンパンマンとかのお面を、金魚すくいとかで、すくった金魚をあのお面に入れて持ち帰りがち。かぶったことないわ。かぶったことないわ。マジでやったことないぞ。大丈夫か？本当に。